豊島とワンちゃん。豊島。動画。じゃあ中で。ゆうきです。今日はじゃんじゃじゃん。やっと来たー。仮面ライダーゴースト、レジェンドライダーゴーストアイコンセット。プレバン限定の商品です。注文したのが2015年12月の末。今2016年5月。待ったね。はい、出していきたいと思いますよ。カッペナー。おお。包まれております。まだ包まれております。じゃあ一気に開けてみたいと思います。あこちらです。すごい、外箱はこんな感じでございます。はい、ゴーストがいて、クーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、ブレイド、響き、響き、カブト、ネオ、キバ、ディケール、ディケールということでね、平成一期の仮面ライダーのレジェンドゴーストアイコンですよ。はい、上はこんな感じになっております。かっこいいね、すごいね、うん、そうだ、うん、下は、はい、マークがね、今までの仮面ライダーのマークですよ、うん、いいね、うん、さあ、後ろはこうね、ほらこういう感じになっております。今回ね、こういう専用台座がついております。はい、じゃあ開けていきたいと思います。はい、では行きますよ。中をね、見ていきたいと思います。さあ、どんな感じで入ってるのか。おお、わー、すごー。はい、中には10個のアイコンと専用台座のパーツが入っておりました。すごいね、いっぱいだよ、うん、これさ、一個ずつちゃんと仮面ライダーの名前がね、入っております。じゃあね、一個ずつ取り出してみよう。何から行く？ディケード。ディケード？うん。ディケードから見ていく。いいの？いきなりディケードから見ちゃう。はい、こちらがディケードゴーストアイコンでございます。周りはこんな感じ。いいね、うん、ディケードっぽいね、うん、この黒とピンク上には R10 のディケード。ディケード。いいね、そうだ、かっこいい、うん、はい、で、中は通常ナンバーリング、顔、必殺技となっております。じゃあ、音声もね、はい、聞いていこう。はい、いいね、必殺技、はい、大海岸ディケイルオメガドライブ、ディケイル、おお、大海岸ディケイルオメガマップ、仮面ライダーを覚えとって。これさあ、次は次はキバ、うん、はい、次は仮面ライダーキバのゴーストアイコンでございます。周りはこんな感じでございます、うん、いいね、赤と金と、うん、キバっぽい。そう、キバの主題歌はね、うん、トゥールビオンっていうね、川村隆一さんとね、イノランさんがルナシー終幕後に組んだバンドでね、めちゃめちゃいい歌なんだよ。君が世界に存在してる意味を知りたくなTo go! はい、はい、じゃあ中見ていきたいと思います。通常はこちらですね。これ目玉にしたらなんかマッキンキンだぜ、うん、マッキンキンはい、じゃあ行きますよ。通常ナンバリング、お、キュー、顔、キバね、必殺技、お、いいねとなっております、うん、はい、上はこんな感じですね。
きで。おお。ガブリ。ガブリ。必殺技。オメガマン。大海岸キバオメガマン。ブリッセンチュー。いいっすね。はい、こちら電王のゴーストアイコンです。こんな感じですね。上はこんな感じ。電王の文字が入っております。電王ね、パパが平成ライダーで一番最初にハマった仮面ライダーです。クライマーアクセン、いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん、いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん。押し心地はいいね。はい。はい、じゃあ中見ていきますよ。はい、通常。ナンバリング。顔。おー、いいね、桃太郎。ソードフォームね。はい、必殺技。はい、となっております。いいじゃん、でじゃん。オメタイプ。大海岸電王オメガドライブ。いいじゃん、ステージャン。いいじゃん、ステージャン。オメダマン。オメダ。ま。大海岸電王オメダマン。ま。ねえねえねえ。ダン。いいじゃん。でーちゃん、いいね、でよう、いいね、懐かしいわ。ラスバージャー。はい、続きましてこちら兜のゴーストアイコンでございます。天の道を行き、すべてを司るアイコン、うん、いいですね。上はこんな感じです。兜の歌なんだっけ。兜の歌なんだっけ。兜の歌はね、 TRF のね、人が歌ってるあと、ちょっと名前ど忘れしちゃった。はい、じゃあ中見ていこうね、かなでくん。はい、いいね、このシルバーがね。目の色は青です。青。はい、じゃあいきますよ、通常。ナンバリング。ナンバリング。顔。顔。必殺技ゼクト。はい、こんな感じになっております。うん、変身。すごい、うん、キャストオフ。今すぐキャストオフ。オメガドライ。大海岸カブトオメガドライブ。大海岸カブトオメガマス。はい、続きましてこちらが響きゴーストアイコンです。はい、周りはこんな感じ、はい、いいね、色がすごくこう、うん、いい感じに響きのカラーになっております。はい、いいね、周りは赤ですね。うん、はい、で上はこんな感じになっております。響きはね、うん、ごめん、あんまり響きは見てなかったたまにちょこっと見てたぐらい。カブトもあったら見よう。うん、変身。わー、はい、海岸軍響き、鬼の響き、これが恩恵。いいな、ヘビ。鬼がヘビキ。鬼がヘビキ。
い、そんなわけでね、はい、台座に乗せてみました、うん、すっごいかっこいいよね、うん、この台座があるだけでさ、このアイコンがさ、うん、めちゃめちゃおしゃれになる、うん、かっこいいね、かっこいい、かっこいいね。カントはどれが好き？ディケード。カントディケード好きなのか。うん。いいよね。カブトかな。カブト？カブト。カブト。カブトいいよね。うん、カブトかっこいいからカナとカブト好きになっちゃった。パパ何好き？パパはね、パパもカブトいいな。でも電王もやっぱ、うん、ね。うん。パパ電王好き。パパ電王かな。パパ電王か。カナとはカブトだよ。全部好き。はい、そんなわけでね、はい、ちょっと、はい、あ、まあアイコンも数が多いということでね、前半後半に分けたいと思います。はい、まあ、なんで最初にね、はい、一期の後半をやってしまったのかと、はい、うん、ちょっと思っちゃったんですけど、はい、まあ次は、はい、でこの次の動画では、はい、クーガから。はい、ブレイドまでのアイコンをね紹介していきたいと思いますので、そちらの方も見てくださいと、ということで、はい、今日はこの辺で、バイバイ、バイバイ、テーマ自由哲学、はい、今日はディケードとかのアイコンで、あたりを弾いてみたいと思います。はい、弾いてください。はい、うんとこしょどっこいしょ、あーいった、あ、どうだ、もうそろそろ当たってくれ、あいたー、イエーイ、はい、どうですか、はい、ありません、ほら、だってさ、ここにもないし、うん、なんで、ないね。